皆さんこんばんは。こんばんは。私たちうっかでーす。ということで今日の進行は私アクネスラがお届けします。イエーイ。お願いします。お願いします。はい、ということでじゃあ自己紹介してもらいましょう。どうぞしてもらいましょう。はーい。はい、20歳の川沙弥です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、19歳村星理事です。よろしくお願いします。お願いします。ということで、それでは始めましょう。うっかの愉快で不なショールーム。ということで、本日は第149回うっかの愉快で不なショールームをご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。ということでですね、まあ、早速ですがランキングを読んでいきましょう。うん、すごいなんか早い。今までさ、ここなんかすごい説明してたじゃん。今まで私たちはどうちゃこちゃでとか言ってたから、なんかすごい短く感じますね。短いね。そうね、始まって2分でランキングを。はい、それでは5位、かなさん、ありがとうございます。ありがとうございます。次4位、モンキーバーモンキーモンキーバイカーズバイカーズ改めさん、ありがとうございます。ありがとうございます。第3位、もぐさん、ありがとうございます。ありがとうございます。第2位、キッドさん、ありがとうございます。第1位、ときゆきさん、ありがとうございます。ありがとうございます。イエイ。ということで、画面下にあるね、ツイッターマークを押すと、うん、この配信の宣伝があのツイッター上で拡散できるので、ぜひご協力をよろしくお願いします。お願いします。でもなんか今日いつもより多いよね。多い気がするね。うん、嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。なんで多いの。なんでだろう。こんばんはってめっちゃ来てるな。こんばんは。リナさん、え、リナ本当コメントしてくれてんのかな。どこだろう。あ、そう。コメントして。ゆきりな。スタコン、うん、コメントしてね。じゃあ、はい、ありがとうございます。あ、いた。来た。こんばんはって来た。やっほー。今から来なよ、ショールーム。おいで。おいで。じゃあ、集合で。集合。待ってます。ということで、ちょっと読み上げますか。コメント？あ、違います。あの、トリマークさん。あ、トリマークね。トリマークさん。トリマークさん。ケイティさん。お、ありがとうございます。ノンさん。サンジーさん。はい。キョムさん。カツヒロさん。リサクさん。シュバリエさん。水蔵さん、モンさん、リサクさん、コーディ隊員、コーディ隊員、コーディ隊員。はい、そんな感じで皆さん、ぜひそれではあのツイッターで拡散もお願いします。お願いします。はい、ということで拡散タイムをしたいと思います。おこの配信をね、まあ、ツイッターでも拡散してもらいますが、うん、それでももっともっと多くの人に見てもらいたいということで、これからスクショをね、あの撮っていただけます、マネージャーさんに。それでそれをリツイートしていただきたいなと思います。はい、じゃあポーズを決めましょう。どうする、何がいいかな。やっぱさ、全員メガネしてるから、うん、そうだよね、うん、やっぱメガネ感なんだろう。メガネ、なんでメガネしてるのとか、あコメントね。それか、ペンライト、メガネかわいい、あみんなメガネでかわいい、みんなメガネでかわいいみたいなみたいな感じでいこう。だってじゃあ私たちは普通に可愛くポーズしてるの。みんなメガネ可愛いみたいな感じで。やっぱメガネ女子っていいよね。そうだよ。いいよね。人気なんだってメガネ女子って。知らんけど。知らんけど。来ますかじゃあ。はい、じゃあお願いします、コメント。いいかな。来たかな。ポーズしていい。来た。来ました。もうちょっとかな。5、4、3、2、1、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで皆さん、ぜひうっかの公式ツイッターであのアップするのでリツイートよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで早速ですが、なんとね、うん、この3人はですね、うん、ショールーム今日初出演なんですよ。初出演。ショールーム初出演っていうか、あの2022年になって初めてのショールームでございます。どうも、来ました。ありがとうございます。ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。ということで、なんかグループの出来事とかをね、話していこうかなと思うんですけど、うん、前回の3人が出てからのイベントとしては、うん、
1月16日に、ファンクラブ限定のイベントがございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。そう、結構ね、これもやりますやりますって言って、なかなかできなくて、やっと開催できましたので、ファンクラブに最初入ってた方のみの、ものだったんですけれども、来てくださった方いますか？いますか？どうですか？早期入会限定。そう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 、そうね、楽しかったよ。本当良かったです。ありがとうございます。なんだろうな、何したっけな。あ、言っていいのか。いいよ、言っていいのか、いいのか。そう、なんかまず丸×クイズをしたりとか、あとは舞浜の映像をみんなで見たりだとか、その見る会場が映画館だったんですね。だからその綺麗なこう大きな、ね、スクリーンで舞浜の映像初めて見たりとか、すごい楽しかったなと思いますけれども、そうだね、丸×クイズとかもさ、言ったことないものとかもさ多かったじゃん。そう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 、そうだからみんなも新しく知れたこととかも多分たくさんあったと思うし、楽しかったんじゃないかなと思うんだけど、なんかこれ気になったなとかいう問題ありましたか？気になったなとかっていう問題何これみたいな、なんか問題とかあったなみたいなやつあったりしましたか？でもなんかこれちょっと難しくしてくださいっていう風に言われたから、ちょっと初出しが本当多かったですね。豆腐？リジュか。リジュか。お豆腐、朝ごはんにお豆腐が混じったか、混じったでしょうか。違う、混じった混じった、加わった、丸か加わった、加わった、丸かバツかっていうので、そういう問題も出したりとかして、正解は丸なんですけれども、加わったんだね、加わったんだね。そう、加わったの。そう、加わったの。あとはそうだね、もあちゃんが小さい頃、小さい頃の将来の夢はチョコボールになりたかったとかね。チョコボールに、未だに分かんない意味が。そう、言ってる意味が分かんない。チョコボールになりたかった。チョコボールの多分キャラクターだけどね。キャラクターでとか、クワッと、クエクエクエ、チョコボールのクエクエは、あれになりたかったみたいなとか、あと新メンバーとかはリナとかは、ホワイトチョコレートが好きか好きじゃないかみたいな。そういうのってさ、まだ知れない、知ってないじゃん。こっちも知らなかった。知らなかった、私たちも知らなかったから、そこで初めて知ったし、ファンの方ももちろん初めて知ったと思うので、ぜひまたファンクラブのイベントがあったよろしくお願いします。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 はい、そしてですね、おとといかな、1月17日に、私と村星理事が、参加させていただいた、リグっていうフォトブックのトークイベントがありました。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 そうですね、これは、安藤恵美さん、恵美ちぃ先生っていう、方と、あと菊池嘘つかないさん、あ、そうそう、今年5年だそうの、方が MC をしてくださって、トークイベントを4人でやらせていただきました、はい、いいなぁ、いや、ポテト少年団会いたかった。あれあれ、実はですね、これちょっと私楽屋で気づいたことだったんですけど、私と綾音かの、は一度お会いしたことがあるんですよ。そう、2016年ぐらいかな。でもめっちゃ前だね。そう、2016年ぐらいの TIFF の廊下で、実は一緒に私お写真を撮っていただいたことがあって。そう、私も撮りました、その時で。そう、リグのカメラマンしてくださってる方と多分結構交流があって、2016年ぐらいの時もカメラマンさんと一緒にいて、私でも本当に申し訳ないんですけど全然分かんなくてそう、分かんなかったんだけど、カメラマンさんがなんか何とかの方だよって言ってくださって、あ、そうなんだと思ったら、一緒に写真撮ってもらってもいいですかって言って一緒に写真を撮ってもらったっていうのを、この間楽屋で、トークイベント終わった後に、実は僕会ったことあるんですよ。言われた時にうわってなって、蘇った、蘇りました。そうなんですよ。なんか私ね、単独じゃないけどライブ行ったことあって、そう、小学生の時に、吉本の無限大ホールのライブ見に行った時に、そのポテト少年団さんも出てて、それで知ってたの私は。あ、そうなんだ。で、なんか視聴者誌見た時に、あれポテト少年団やんって思って調べたら、ポテト少年団だった。いいなって思って、
そんなこともありましたけど、本当楽しかったよね。楽しかった。すごいね。なんかさ、トークイベントってあんまりそのないから、うん、しかもその MC の方がいるっていうこともまずあんまりないから、ね、うん、もうなんかベラ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 喋っちゃって話が止まんないみたいな感じで、すっごい楽しかったの。うん、もう楽しかった。どうですか、皆さん見てくれましたか？ね、配信でもありましたけども。どうですか？そのね、後ろの画面にそのポッ、うん？ポテト。違う。後ろの画面にポテト。混ざってる。違うの。フォトブックって言おうとしたんだけど、ポッポッって出ちゃったよね。出ちゃったよね。ごめんなさい。知らないのよ。フォトブックを写し出して、うん、ここのページが良かったとか、ここの思い出ある、とか。もう喋ったりとかお話したりとかしました。楽しかったね。ポテトポテトポテト。そうやねん、ポテトブックって。そうなんです。でもね、また、うん、あのリグも他のメンバーでやりたいって言ってたし、うん、あのソラリジュでまたやりたいって言ってくださったので、うんうん、またリグをチェックよろしくお願いします。お願いします。はい、そういうことですね。ちょっと戻っちゃうんですけど。うんうん、12月31日に川瀬あやめさん、はい、桃色歌合戦に一人でね出演しました。はい、出演しました。どうでしたか？いや、めっちゃ楽しかったですよ。なんかね、本当練習する時間短すぎて、うん、どうなることやらって思ったんだけど、本当、うん、あっという間に終わっちゃって、うん、めっちゃ朝現場入ったのに、うん、本番2分とかで、うん、すぐ終わっちゃったからちょっと悲しかったんですけど、うん、でもなんか楽屋とかでの交流もそれこそたくさんあったので、うん、そういうのもなんかやっぱそうフェスとかさ、ももクロさんの現場ならではの感じがして、うん、すごい楽しかったですね。いいです。見ました。裏話ありますか？裏話、めっちゃケータリングが豪華でした。そうなんです。でもね、何だっけ、一昨年だっけ、出演させていただいて、あ、ちょっと豪華だったんですか？そう、なんかそんな感じで屋台みたいな感じであったんだけど、なんか出番終わって楽屋戻ってケータリングスペース行ったら、うん、あのアイス屋さんが来てて、そうで、そこでジェラートをシャチのゆずきちゃんと一緒に食べて、ゆずきちゃんはあのとある大物芸能人のモノマネを一人でずっとしてて、私はそれをストーリーストレートって受けたんですけど、そういうなんか裏側まで本当に楽しめるのがやっぱももクロさんの現場の本当にいいところだなっていうふうに思いましたので、私たちももっとももクロさんぐらいになってケータリングを豪華にしましょう。はい、頑張ります。頑張ります。呼びたいやつ、呼びたいやつ、ケータリング、呼びたいケータリング。うちらでもいつも何食べてる？あ、しゃぶよ。いいね、しゃぶよ。しゃぶよ、鍋置いてあってさ、お肉取ってさ、しゃぶしゃぶして、やっぱ私たちの聖地といえばスカイラーク様なので、そう、スカイラーク様をお呼びいたしたいなと。そうだね、そうなんですね。しゃぶしゃぶもこうじゃない、もう全部一気に。あ、一気にね、確かに。あ、あとあれ、はま寿司。あ、はま寿司ね、話題になるやつね。あの、ちゃんとお値段は抑えめで、はま寿司さん。そうだね、はま寿司さんね。あとなんだろうね、よく食べてるの、なんだろうな、中華、あ、唐揚げくん。あ、唐揚げくん、唐揚げくん、いいじゃん、いいじゃん、何年分みたいな感じで揃えてさ、味たくさん揃えてもらってね。そう、ね、いいね。デザートも欲しいね。でもそのデザート欲しい。デザート何食べてるかな。やっぱケーキとかはまあちょこ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 めっちゃこっちちゃうめちゃこっちちゃうね。とかね、あとなんだ、デザートでしょ。あ、ほらカヌレだって、カヌレ、あのさ、カヌレのカヌレだ。あ、カヌレね、シレのカヌレがいいね。カヌレにしよう、じゃあ。そうだね、もうこれでいいじゃん、いろんなとこのカヌレ。そう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 、あとカカレーパンじゃない、クリームパンもね用意してもらう、コンビニのクリームパン。そうだね、コンビニのクリームパン、クリームパン、ここ入りのやつ、ここ入り、そうだ、ここ入れてるやつ。むしろ食べないけどね、うちら。メロンパンいいの？え、あ、メロンパン、あのじゃあセブンイレブンさんの優しい甘さの、優しい甘さのメロンパンがあるんだ。6人分、6人分じゃないか。ゲストの方にね、食べてもらう感じですよ。はい、そんな感じでね。うん、はい、交流ありました？交流、あ、でもあのレニちゃんと同じグループっていうか、あのトライス選抜でレニちゃんと一緒だったんですけど、うん、なんかそのリハーサルの時に、前の日のね、うん、時になんかレニちゃんと立ち位置がこの前後だったんですよ、うん、で私の方が前なんだけど、レニちゃんが私より前に入っちゃってて、で、あ、こう私の方が前じゃないですかって言ったら、うん、ネタが抱きついてきて、ごめんね言われて、何が起きて
るのって思って、うん、そういう交流ありました。ねにちゃんと触れ合い交流会触れ合い交流会交流会みたいな触れ合い交流会ありましたね。でもなんかももクロさん本当みんな優しくて、うん、なんかアーリーも髪の毛染めたこと気づいてくれて、あれグラデーションじゃなくなったのみたいな、うん、言ってくれて、あそうなんです、ちぎりましたみたいな言ったら、私も最近ちぎったんだ面白い、なってくれるんだ。そうだからなんかそれってやっぱすごいんだよ、見てるんだよももクロさんって、うん、一人一人のことを、すごいで、これがもう芸能人か、ね、うん、すごい感心しました。な感じですかね、交流は。そうですね、じゃあ来年、今年か、うん、今年の色歌合戦ですね、ウッカとして出れるように頑張ります。あったらね、お願いします。お願いします。ということでですね、うん、年末年始とかはなんか過ごしましたか。過ごしましたか。過ごしてはいるんですけど過ごしてはいる時止まってないんで年末年始何してましたか。年末年始か、はい、でもなんか大晦日までに絶対大掃除を終わらせようって思って、すごい大掃除したの。なんか出てきた。なんか出てきた、なんか絨毯の裏から。怖い怖い。いや小学校の時よくやってたのカードゲームのカードが出てきた。なんで？いやわかんないけど。中学生の時から記憶溜まってたってこと。止まったかも絨毯の下。中途半端な顔しないで。なんか虹が引いちゃってるんだけど。すごい。そうなんだ。そうね。いろいろ。やったそれでその後。やったってもうね、ないの。ないの。ないないな。一枚しかないから、仕様がないから。見つかったやつだけなんだ。見つかったやつだけだったから。あのちなみにあのデュエルマスターズっていう。懐かしい。デュエマっていうね。持ってたな。懐かしい。遊戯王も持ってた。あ、遊戯王ね。遊戯王懐かしい。でもあやめは31日までさ、もう仕事があって、仕事してギリ年明けギリギリ、年越しギリギリに帰って、うん、で1日はまあゆっくりして、夜ラジオあったんで深夜ラジオ出て、うん、でまあ2日休んで3日から仕事始め、うんうん、結構バタバタしてた ね、 ね。そうだね。忙しかったね。だからその年越してすぐの日はもうずっと、うん、寝てましたけど、うん、ラジオのために。うん、だけどラジオ終わってからは結構なんか遊んじゃった。遊んじゃった。まあでもいいことだね。おばあちゃんとか行った？ん？おばあちゃんとか行った？4日に行きました。うん、NPP 終わってから来ました。いいですね。いいです。いい感じです。うん、私ですか？寝てました。うん、寝てました。そう本当にあの一歩も家から出なかったんですよ。うん、だからもう私は29にあの仕事を収めてきたので、30、31はもう一歩も出ずにずっと部屋に行って、うん、で1日と2日もおばあちゃん家にいたんですけど、うん、もう玄関出てすぐ車乗って車で移動して車から出てもうおばあちゃん家入っていい、ね、出てこないみたいな。なるほど、ね、ずっと引きこもってましたね。ベビーカーみたいだね。そうそうそう。ずっと座ってて赤ちゃん帰りした感じでした。いいね、そんな年末でしたね。よかったよかった。はい、ということで、うん、これそうね、あの、うん、川瀬あやめさんはですね、実は1月10日に成人式をあの迎えたんですけれども、はい、まあ、その話は後ほどするとして、買いました、今回ね2022年初めてのショールームということで、うんうん、まあ、書き初めをねしようかなと思います。はい、はい、久しぶりに書き初めとかするわ。そう、2022年の目標とかをね書いていこうと思うんですけど、そうだね、まあ、あの前回出た3人はやってるので、うんうんうん、同じようにやっていきたいと思います。ありがとうございます。自分の目標ですね、2022年の。そっか、いただきましょう。どうしようかな。ペンですね。ペンもね。黒がいい。2022年の目標。そう。OK。2022年の目標でしょ？そうだな。どうしよう。これって漢字一文字ですか？それとも普通に。なんでも。あ、視聴者さんが1000人を超えました。おー、ありがとうございます。ゆかです。ゆかです。じゃあ書きます。これなんか筆ペンっぽく書きたいな。なんかさ、やりたいよね。待って、マジ漢字わかんないな。待って、本当にわかんない。どうしよう、困ってるかな。難しい。どうしようかな。
ってるかな。あれ待って、漢字わかんない。あれどうなんやね。ちょっと待って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 、ちょっと待って待って待って、発表したいと思います。はい、あかね空の2022年の目標はこちら、じゃん、強く。いいね、強く強く強くです。その心は、その心はですね、やっぱりあの自分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 あの年下組だったんですね。うんうんうん、今までもともとそう、あの3人6人の時に3とか言われても年下だったんですけども、あのメンバーが、まあ、2人新メンバーが入ってから年上になったんです、自分が。だからそういうところも含めて、新メンバーとかが入ったからっていうのも含めて、なんかこう一層強くなりたいなって思ったりとか、なんか、まあ、それこそ普通書かなかったんですけど、あの2021年のウッカの年納めのライブで頼られる人になるっていうことを言ったんですけど、うん、そういうのも含めてなんか自分自身強くなれたらいいなと思って、あのこの目標にいたしました。はい、よろしくお願いします。今日じゃあ次誰かいきますか。はい、あやめく。はい、じゃあそれではあやめさんお願いします。安定。おお、なんか言語みたいな言い方がね、いいですね。その心は、はい、あのですね、まあ、何事においてもちょっと安定したいっていうのが今年の目標でして、うんうん、まあ、トークとかもそうだし、歌とかもなんかすごい昨日ね、うん、そのゼップツアーの映像を見返してて思ったんだけど、うん、なんか体調によってめちゃめちゃ歌唱力の差があったのね、うんうん、その公演によって。だからなんかそう、自分の体調とか、うん、まあ、精神的な気持ちに惑わされずに歌とかも安定して歌えるようになりたいですし、あとはビジュアルですね、うん、ビジュアルをあのいつ見ても可愛いって思ってもらえるような安定したお顔になれたらなっていうふうに思って安定です。はい、素晴らしい、いいですね。いつも安定してますけどね。可愛いよって言ってるよ、うん、言ってるよ、いや安定してねえから安定したいと思います。どうぞ、ね、いい目標。じゃあ最後いきますか。はい、はい、お願いします。私の2022年の目標はこちらです。進化です。お言語な進化でございます。はい、あのその心はですね、はい、そうですね、本当になんか、うん、今年はやっぱり、あ、今年じゃないね、あの去年新メンバーが増えて6人体制になって、うんうん、それでなんかもっとやっぱ自分もなんか歌とかダンスももっと進化したいなっていうのがすごくありまして、うんうんうん、歌に関してはなんかいろんな声出せるようになりたいし、もっとなんか抑揚のある歌い方をしたいし、ダンスはなんか一曲ごとになんかダンスの雰囲気を変えれるようになりたいっていうのと、やっぱりやっぱりちょっと一緒になっちゃうけど、やっぱ外見もね、ちゃんと外見もちょっと家みたいな外見もやっぱりちょっと良くなりたいっていう、何、え、もうこれ以上進化されたらうちらどうだ。違う安定じゃ無理じゃん。安定じゃ違うの、なんか違うの、やっぱりちゃんとなんか私表情とか作るのとかちょっと苦手なところがあるのあるので、あのやっぱり写真を撮る時とかもね、
ちゃんとなんか表情とか作れるようにもなりたいですし、何事にも進化できていけたらなと思いますです。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、うん、まあこんな感じでね、この3人の今年の目標を言いましたけれども、まあ前回、うんうん、あのモアちゃんとリエナとルリの3人もね格下げしたと思うんですけど、うん、まあね、まあ、嘘だと思うんですよ、まあ、あれは正直殻をかぶってると思う、殻をかぶってる、猫か、まあ、猫かぶってると思うんですよ、うん、だからあの建前で言ってると思うので、私たちがちゃんと、うん、あの3人の目標を書いてあげようっていう、うん、ああなるほど、全然いいよ。じゃあさ、誰がどの書く、誰がどの人書く、誰でもいい、リアちゃんにしようかな、リアちゃんする、うん、どっちしよう、どっちもいいよ、じゃあ私モアちゃん、オッケー、私ルリね、うん、そうだな、ルリの2022年の目標でしょ、モアちゃんの2000、モアちゃん、何しようかな、私多分ね、睡眠って言われた気がするんだよね。ああ、言ってた。言ってた、なんか寝てない、寝てないみたいな。そんなこと言われた気がするな。あ、待って、かぶんないように。うん？かぶんないように。かぶんないように。わかんない。え、待って、私これ。ちょっとかぶりさん聞いてきた。あ、違う違う。大丈夫。喋んない、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 えっとね、りなちゃんの、うん、あやめちゃんのモノマネまた見たいな、知らない、私なんで私に言うのまた見たいの、まだ見てるかな、ゼロだってこと、ゆうきりな、ばあちゃんなん、モアちゃん、モアちゃん自分では語彙力ね、言ってたよね、言ってたね、あ、ちょっとまあ失敗した、あ、分かった、分かった、分かった、見ないかな、もう見てないんじゃない、そうかもね、ダンスの練習してんじゃん嫌いしてるかな、2022年の目標なんですか、カプユさんは、ロン毛、金属バットさんみたいな感じってこと、マジ伸ばして、あらマジ、なんでなんで、ちょっと有名アーティストに同じ髪型にしませんかって言われた、え、誰、え、誰なの、長い髪の毛、ジュジュさんとかミシャさん、ミシャさんとか待って、もうちょっとできるか、ちょっと待ってくれ、あ、これ名前も書けますか、書きましょうか、マジか、あ、書かなくてもいいよ、ちょっとその人って分かれば、漢字分かんないな、はい、できました、りなちゃんいるって、あ、いるって見てるらしいよ、あとお名前は、あ、私から、じゃあ行きますね、はい、高校2年生中7歳の青いルリです、お願いします、もうちょっと声高いか、17歳の青いルリです、お願いします、あれ来てない、ちょっと見てる見てる、じゃあ、2022年の目標を発表します、私は起きるです、似てる、なんか私は結構こうなんか眠くて寝ちゃうこととか結構多いので、なんかもうちょっと起きてちゃんと勉強したりだとか、ダンスの練習だったりとか、なんか歌とかももうちょっと早くできるように、あとやっぱ寝ちゃうと なんて言うんですかね、なんて言ったらいいかちょっと分かんないんですけど、あ、先やりますか、あ、いいよ、なんかやっぱりちゃんと起きてこう何か物事をするっていうことが無事だと思うので、ちょっとこれから一生懸命頑張りたいなと、2022年は一生懸命頑張りたいなって思います、めっちゃ似てる、めっちゃ似てる、もうそれよルリちゃんだよね、ルリルリ、もうそれはもうルリだ、それはもうルリなんかあったよね、なんか似ただけ芸人さんでさ、それはもうなんとかあったけど、オッケー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 
感じで、はい、こんな感じでした。ルリでした。確かに練習したでしょそれ。ね、いやしてない。でもあのこの台本が来た時に誰やるかちょっと分かんなかったから、うん、どんな感じかなっていうのだけはちょっと想像してたの、うん、誰やってもいいように考えてたから、うん、そうだからルリに当たってちょっとそのままやってみました。イエイ。いやすぐに言ってた、よかった。じゃあ次行きますか。はい、どっち行きますか。行くよ。いいよ。上のリナ。何歳なの？18歳。18歳。今ね。どうぞ。はーい。高校3年生の18歳リナでーす。それではリナの目標発表します。せーの、じゃん。大声でーす。リナそれなんで大声なの？そう、やっぱり、うん、私は。レッスンの時とか声が小さくなってしまうのが結構あるので、大声でもうちょっと歌えたりするようになったらいいなって思って大声しました。いいね、頑張ってリナ、イエーイ。いいですね、似てるわ。似てるそういうなんかテンションとかもそういう感じだもんね。そうそう。でもやっぱこれ自分的な願いもある、うん、ああ、なんかダンスのレッスンの時とか、うん、なんかやるじゃん、うん、ちょっと声出してみたいな時とかに、ちょっとまだ声が小さいから、うん、ちょっとレッスンの時とかに大きな声で出してほしいなって思うから、うん、お声でー。良いですね。いいね、確かに、はい、願いでもありますけど、はい、お願いします。それでは次もあちゃん行きますか。はい、はい、もう行きます。はい、もう行きます。はい、それではもあちゃんお願いします。まあの目標は最年少でーす。何がそれ。あのちょっともう、新メンバー入って、うん、やっぱり、先輩メンバーとして、頑張っていかないといけないなって思うんですけど、でもやっぱりもう最年少、15歳最年少なので、うん、16歳か、16歳の最年少なので、やっぱ最年少っぽさもやっぱり残していきたいなと思ったので、うん、最年少にしました。はい、はい、ありがとう、まーちゃん。はい、もはい、もはい、もそんなにそういう、はい、もなんかでも、うん、リジだわ私。すごいなんかそのままリジだった。似てなかったじゃん。でも喋る感じはそうだよね、うんうん、まあ、まあ、もうはい、もうはい、もうはい、まあ面白いね。はい、ヘイシリはい、ということで、みんなの目標は今年の目標を言ってたので、2022年、そらちゃんとあとあやめちゃんとリズちゃんを含めて6人みんなで頑張っていきます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ということで、リズちゃんさ、あやめちゃんのモノマネできるんでしょ。あ、できますよ。カワセはこれですね。あやめちゃんこれよくやるんで、この間このショールームの後に私の、うん、カワセちゃんカワセちゃんあやめちゃんのお父さんがカワセポーズやってってなんか自分家で言ってくるようになったらしくて、うん、それが迷惑だってあやめちゃん言ってました。やめてあげてください。カワセポーズ。はい、ということで、終わりでーす。はい、じゃあ戻っていい？あ、いいよ、戻っていい？はい、ということで、この書き初めのコーナー終わります。終了でーす。はーい。いつ戻っていいか分かんなくなるのか。ゆりちゃんはあ、違うなんか、違うの、ちょっとさ、テンパるとかあるじゃん、うんうん、だから、もーちゃんがあ、なんかルリちゃんってなんか、あ、ゆきのちょっとモノマネだった、最後はルリちゃん、あ、ルリちゃんみたいなあ、ルリちゃんとか言うね、言うね。はい、ということで、書き初めのコーナーでした。はい、それでは、続いてはこちらの企画です。愉快でふな成人式。イエーイ。ということで、先日、ウッカメンバー、川瀬あやめさん、成人いたしました。おめでとうございます。卒になりました、はい。成人式を迎えましたけれども、うん、どうですか、成人式とか出ましたか。出ました、ちょっとだけ。あら。そう、あのね、小学生からのお友達、うん、と、あと幼稚園からのお友達って、私、地元に2人しか泊まって寂しい嘘なんですけど、その小学校の時から友達と一緒に行って、うんうん、で、まあ、行動したんですけども、うん、式
には、本当5分くらいしか出てなくて、ほぼ外で喋ったりしたんですけど、でもなんか本当久しぶりにさ、その中学生ぶり、中学卒業ぶりに会う人とか多くて、なんかびっくりしたのが、あの同じ部活だった男の子が、あの同い年に思えないくらいおじさんみたいな感じになってて、同じだよねって聞いちゃったよね。そう、なんかそういう変化もあって、なんかすごい楽しかった、ね、みんな大人になってたんだね。そう、大人通り越してびっくりしちゃって、早いわ。楽しかったね、なんか本当久しぶり、同窓会とかもなかったから、そこで本当久しぶりに会った感じで、でもなんか仲いい子ってさ、普段会っちゃってるから、そう、本当に仲いい子たちは、だからそこはなんかあんまりちょっといつもと違う格好してたぐらいしか変わりなかったけど、でもその中学卒業ぶりに会った人とかは、ほんと変化があって久しぶりに喋ったりとかして楽しかったです。いや楽しいよ、よかった、出てよかったよ、それで ね、いや本当に出れてよかった。去年とガチしなっちゃってたからさ、そう、ね、家の前で写真撮るとかやっぱそういうぐらいしかできなかったから、できてよかったなと思う。おめでとうございます。おめでとう、ありがとうございます。というわけでこの場を借りてね、河瀬あやめ単独成人式を行いたいと思います。それでは用意スタート。ただいまより河瀬あやめ成人式を始めます。起立。え、学校の礼お願いします。はい、着席ください。あの人誰ですか？あ、後ほど説明いたしますのでちょっとお待ちください。お静かに。はい、ということで、まず初めはこちらのコーナーに参りたいと思います。コーナー？どれぐらいで？エントリーナンバー、1、プログラム1、プログラム1、新成人の挨拶。新成人代表、河瀬あやめさん、よろしくお願いします。この度、新成人になりました、河瀬あやめです。皆様、本日は私のために足元の悪い中、こちらの会場にお越しいただき本当にありがとうございます。これからは成人女性としての自覚を持ち、より一層美しい女性になるために頑張ってまいりますので、よろしくお願いいたします。はい、ということでプログラム2番、来賓の挨拶。埼玉県川越市長の、村星理樹さん、よろしくお願いします。すみません、はい、私埼玉出身じゃないんですけど、ゆかりのない方が来ちゃった感じなんです。そうですね、ちょっとあの場所が変わってしまうんですけれども、はい、わざわざお越し、あの車で3時間かけてお越しいただいたので、ちょっと挨拶させていただきたいなと思います。よろしくお願いします。新成人の皆様、成人おめでとうございます。ありがとうございます。はい、やっぱり大人の私たちからしたら新成人の皆様には未来を任せたいという思いがあります。そこで私の好きなグループの歌から、ちょっとこの言葉を、歌詞をお借りしてちょっとお伝えしたいと思います。羽ばたけ、今はまだ遠くて小さく頼りない翼でも、この手をつないだ先にいつかきっときっと君たちにね、あの未来をやっぱ羽ばたくために。すいません、あの司会の方、ちょっとあの笑いをこらえていただけますでしょうか。はい、そうですね、まあでもこれ笑っていただけるのもね嬉しいですね。ということで、やっぱり新成人のね、やっぱり河瀬あやめさんにはやっぱり未来に羽ばたいていってほしいということで、やっぱりね、新成人のね、河瀬あやめさんには本当に頑張っていただきたいでございます。以上、来賓の村星理事でした。
はい、はい、私その有名アーティストの方の曲の歌詞知ってるんですけど、はい、今はまだ透明で今はまだ透明遠くてとおっしゃって遠くてって2番2番からからです2番遠くはない遠くはないですね大丈夫ですか大変失礼しますちょっとはい私はそうですねあの好きなアーティストというかグループがウッカさんなんですけれどもその言葉のその歌のウィングスという歌詞から川瀬あやめさんに伝えたいとね思ったんですけれども今は羽ばたけ今はまだ遠くてと言いましたが今はまだ透明でに直してください訂正お願いいたしますこの度は失礼いたしましたはい、ということで、新成人の締めの挨拶をしていただきたいと思います。では新成人の川瀬あやめさん、575で締めていただきたいなと思います。それではお願いします。新成人になったのは川瀬だけ。新成人になったのは川瀬だけ。はい、ただいまで、新生嘘です、川瀬あやめ単独成人式を終了したいと思います。ありがとうございました。以上、ゆかりふな成人式でした。はい、ということで、うっかのゆかりふなショールーム149回、あっという間にエンディングでございます。ありがとうございます。なんか何したか覚えてないの今日本当にあっという間だったね。どうですか、成人式楽しかった？言ったよさっき、楽しかったって言ってあ、これの成人ってことだ。あ、そうちょっと埼玉の人が、なんかちょっとダメだった。もう神奈川の人にしてもらうけど、そうか、次じゃあ黒岩知事ちゃんと連れてくるから、うん、ちゃんと連れてきて、ごめんね。はい、ということで、うかから告知があります。あれですね、はい、はい、まず、こちら、はい、じゃん、あれはい、ショービアイドルフェスティバル出演決定でございます。日時は2月5日の土曜日、会場は代官山ユニットです。現在一般発売受付中なので、皆さんぜひよろしくお願いします。お願いします。お願いします。久しぶりの代官山ユニットです。そうだね、久々、本当に久しぶりだね。久々だね、5年ぶりとか。そうね、そのくらいかな、うん、はい、次こちら、うっかプレゼンツバースデーパーティーがございます。これは総生誕ライブでございます。うん、はい、一部がセイザーモアのモアズ16バースデーパーティー2022です、うん、オープンが13時半からスタートが14時からとなっています。はい、そして2部が私あかねさんの生誕祭で19生成ルテンです。オープンが18時からスタートが18時半からとなっております。日時は2022年2月27日日曜日、会場は神田スクエアホールでございます。はい、一般発売がですね、うん、1月の29日ぐらいから、の10時から始まるので、皆さん朝の10時、はい、朝の10時ございます、はい、始まりますので、一般で申し込む方はそれでお忘れなくよろしくお願いします。お願いします。はい、次、はい、じゃん、うっかニュースタイルライブツアー2022モアモアモアが開催されます。透明版ツアーでございます。はい、場所がまず2022年4月2日土曜日に、東京のヒューリックホールとヒューリックホール東京でございます。はい、で次の日に、大阪で、宝大阪さんでございます。はい、そしてちょっと日時が飛んで4月10日日曜日に ダイヤモンドホール、愛知県のダイヤモンドホールで行います。はい、詳細はまた後ほど発表するので、ちょっとお待ちください。お楽しみに、よろしくお願いします。お願いします。楽しみですね。で、楽しみだね。はい、そして4月6日、ウッカーセカンドシングルモアモアモアがリリース決定です。イエーイ
はい、まあまあまあ他にもね新曲がありますので皆さんぜひお楽しみに。楽しみに。はい、ということでお知らせ以上になります。はい、ということで次回からね、ふかのこの配信を見逃さないためにハートマークを押してお気に入り登録をよろしくお願いします。お願いします。個人配信もね、実はふかメンバー6人全員始めましたので、はい、そちらもよろしくお願いします。お願いします。お願いします。ということで最終ランキングトップ5を確認していきましょう。はい、第5位、白井さん、ありがとうございます。ありがとうございます。第4位、モンキーバイカーズ改めさん、ありがとうございます。ありがとうございます。で第3位、リサクさん、ありがとうございます。ありがとうございます。第2位、ES さん、ありがとうございます。ありがとうございます。第1位、トキユキさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで物価のゆかり船ショールーム第149回今日でじゃない、終わりです。はい、この配信はね反省会もありますので、そちらもぜひチェックよろしくお願いします。反省会で伝えたいことがあったらどんどんコメントもよろしくお願いします。はい、そして大切なお知らせでございます。いいよ。次回の放送日が4月2日の水曜日19時からです。2月ありがとうございます。飛びすぎじゃない？ 2 ヶ月先です。3ヶ月先です。ありがとうございます。2月です。2月、はい、2月2日の、水曜日19時からです。メンバーは、はい、私、あかねそらと村星リルとゆうきりなで3人で行います。よろしくお願いします。お願いします。ということで以上、うーかでした。ありがとうございます。バイバイ。アイスも食べたい。甘いも食べたいよね。アイス、アイス。成城石井の、ホンダショコラが結構好き。え、食べたことない。え、うまい。もうでかいじゃん。本当にチョコでっかいの。いや、こんぐらい、カヌレぐらい。カヌレ、エシレのカヌレをちょっと丸くした感じ。こつぶして。そうそうそう。食べたいな。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お三方とも本年もよろしくお願いします。お願いします。今日いかがでしたか。じゃあそらさん。いや、なんかすごい空回りしてました。そんなことないでしょ。久しぶりでなんか何しゃべったらいいか全然わかんなくなって、頭結構真っ白でした。結構久しぶりだよね。でも確かに、はい、久しぶりです。いや、もう別にでも楽しくやれたんじゃないですか。楽しかった。モノマネやっぱ似てるね、みんなね。よく見てます。ちゃんと見てるなと。あ、そらちゃんのルリちゃん似てた。似てた。ルリちゃん、ルリちゃん天才だった。モノマネうまかった。本当ですか。いいよいいよいいよ、そんなもん。いいよいいよ。終始テンション高くて楽しい回でした。良かったです。始まる前にご飯食べたか、ちょっと。そうですね、反省で言うと、だから楽屋が臭かったです、ご飯で。すいません。餃子食べちゃう。餃子臭かったですね。焼き餃子、水餃子、油淋鶏食べました。何？いっぱい食べちゃった。もう回るテーブルのやつです。本当でもそれぐらいですよね。他は普通に何もないけど。いや、市長代表挨拶で、で歌詞間違えるのガチの反省。それはね、ちょっと。良くないですね。市長としてね、市長としてそれは。やっぱり神奈川県の代表として川崎さんの新政治なのに、そう、関わらず埼玉県がちょっと乱入してしまい、でしかも歌詞を間違えて、最後の果てには歌詞間違えて、それはやっぱり、ね、当選できないよ。そうです。本当気をつけないと。確かに出馬するんだ。リジュちゃんのそういうとこ好きよ。だそうです。村星市長。3人の書き初めの言葉がそれぞれ向上心の塊で良かったです。起きる？それじゃないだろ。大声。そっちじゃない。向上心やるの。向上心最年少。向上心の塊だ。可愛かったからもう満体。もう満体。もう満体。もう満体だそうです。ありがとうございます。こんな感じですかね。あと
と50回やったら200回ですね。え、何しよう、すごい、何パーティーしますか。50回って多分丸2週に1回やったら丸2年ぐらいかかるから、ね、そんなかかるの。そうだよ。あ、ってことは次が150回記念ってことですね。あー、150回記念とかやる感じ、わかんない。でも2月2日なんでちょっと髪型はやってほしいですけどね。知らない。すごい嫌な感じ。いや、そんなことないです。え、みんなここでついてるでしょ、これ150回だからね、20。え。いや、やっぱそれは2月2日ってことは、うん、宿命だよね。それかもう、あの2月3日が節分だから、もう1本のツイン。一本のツインって、鬼か鬼のどっちかだな。やべえ。はい、まずちょっとお楽しみに。楽しみじゃないか、次回もぜひ見てください。あと1月24日にはあの川沙彩芽さん、うん、NMB48 の小島かりんさんと対談の番組ありますんで、将来お世話になります。リーダーの番組初めてリーダーとしてオファー来た。リーダーだったんだね。そうでもずっと言ってましたよ。本当なんかすごい、確かにまとめ役ですね。認証されてなかったけど。確かに頑張ります。見てください。この番組私やってるんですけど、うん、あの本当にあの笑いとか特にいらないんで、助かります。熱いリーダーの話をしていただけたらと思います。よし、頑張れ。いっぱい話すこと用意してくれと。あ、熱いリーダーの楽しみとのことです。楽しみに、はい、じゃあ最後はどうしようかな。じゃあ市長に締めてもらいましょうか、うんうん、あ、そうですね。改めまして、新成人の川瀬亜美さん、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、やっぱり今はね、まだね、透明で小さく頼りない翼でも、この手を繋いだ先にいつか、さっき言って、この手を繋いで、さっき言って、さっき言って、で、いつか、歌ってるか、いつか、きっと、きっと君たちが未来に向かって羽ばたいてください。それでは次回もお楽しみに。